広島市が中区元町に建設中のサッカースタジアムは、来年2月に開業を目指しています。市は施設などに名前を入れることができる命名権を、今年3月から5月まで公募しました。その結果、家電量販店のエディオンから応募があり、この度、候補者として決定したと発表しました。契約は開業予定の来年2月から10年間で、料金は1年間で1億円です。 新サッカースタジアムの名称には広島の地名を入れることが条件だということです。エディオンと広島市は今月12日に契約を締結し、スタジアムの名称も発表される予定です。え、そして命名権が導入されている施設広島市だけでも25あります。まずご紹介していきますこちらです。広島市民球場の 松田ズームズームスタジアム広島。こちらは一年間でおよそ二億四千万円となっています。また福山市にも命名権が導入されている施設は十あります。このうち総合体育館のエフピコアリーナ福山は。年間千六百五十万円です。そしてすでにエディオンが命名権を取得しています。広島広域公園陸上競技場。 エディオンスタジアム広島は1年間で3300万円です現在のおよそ3倍に当たる権利料は大規模修繕費などの財源に充てられるということです